機動戦士ガンダム UC エンゲージ狙い撃つぜ。はい、皆さんどうもテントモです。というわけで先ほどね公式生放送が終わりまして、19時30分前に終わるというね、過去最速、史上最速の生放送、ガンダム UC 情報局シャープ13でございまして、いやーまさかね、まさかこのタイミングでこう変えてくるとはっていうね、新しいスタイルで今後はやっていくみたいです。はい、まあこれがいいのか悪いのかはね、とりあえずさておき、今ねあのツイッターの方で最速でアンケートしているので、まあ、ちなみに今現在のアンケート状況だと前回までの方が良かったっていうのが圧倒的です。はい、ということで、まあ、とりあえず今回は、まあ、簡単なまとめ動画やっていきたいと思います。はい、それではスライドをスクショしたので見ていきましょう。はい、まずはこちら、管理人さんね、管理人さんがついに正体を現した。初めてお顔を拝見いたします。これまでも登場されていたんですかね、顔出しは。あんまり詳しくないんですけど、でも結構知らなかった方が多かったように思いました。はいね、すごいイケメン風なね方ですね。はい、ということで、で今回から管理人さんが、まあ言うたら退場というか、うん、この管理人さんの役割が、こちら、あ違う、まだあったね、最後の管理人さんなのか、それともまた今後も登場があるのか。はい、でこちらですね。はい、女性の方やってきました。いや、これは嬉しい。うん。嬉しいことなんだけども、まあ、この女性の方の登場によって、今回の生放送が激変したっていうね。いやー、すごい綺麗な方。うん、美しい方、華やかな方なんですけども、まあ、この後ね、まさかこんなことになるとはっていう。はい。てことで、このお三方で、今回は生放送が行われました。まあ、今後もねこのお三方でやっていくみたいですね。また来月もこの高井さんなのかな、そう高井さんね、ちょっと漢字が、正確な漢字が分からなかったのでカタカナで高井さんって僕はチャットで書いていたんですけど、ってことで、はい、そしてねこのお二方ね、心なしか晴れやかですね。無駄なストレスがなくなったというか、うん、まあこのテーブルを見たら分かるように今日はねもうやることが明確だった、うん、決められていた感じの生放送でございました。はい、あそうだ、あとこのお二方から冒頭で明けましておめでとうございますがありました。あれも想定外だった。あこのタイミングで言うんだって、あそういえば言ってなかったかって、うん、ということで、はい、てことで、いつものコーナー紹介、新作ストーリーについて、最新ガシャ情報、イベント情報、アップデート情報、その他関連情報、高評価キャンペーンということでね。で、最初は新作ストーリーについて、はい、声なき声のささやきを3がやってきます。はい、来月頭のストーリーイベントで、で今回が最終回って言ってたっけね、ついに最終回を迎えようとしております。 0089 ペッシェモンターニュね、ここが毎回変わってましたもんね。 0079 から始まったんだっけ、78だっけね。はい、ということで、すごい楽しみにしております。ハッピーエンドを迎えてほしい。うん、とにかくハッピーエンド。ハッピーエンドがいいな。ということで、はい、その声なき声のささやきを3から、イベント会社で UR マグナマーテル、かっこいいね名前が、マグナマーテルと UR セリーヌ・ロムが登場ね。裏のペッシェ、まあ、裏なのか表なのかね、ペッシェの方がクローンということで、うん、まあラスボスですよね。ラスボス感がすごいあります。はい、で見た目量産型キュベレーなんですけども、名前がマグナマーテル、名前を変えるだけですごい、ね、また違った機体に見えてきますね。めちゃめちゃ強そう。うん、いやーこれイベントガシャだけども引きたくなりますね。うん、
まあ、今回の限定ガシャよりむしろこっちの方がビジュアル的には僕は好きかな。うん、はい、ということで、まあ、めっちゃ強いんでしょう。イベントガシャといえど最終回を迎えるということなので、はい。でこちらですね、ドドン、あ違った、まだあった。今回のストーリーイベントでの配布 UR モビルスーツ&キャラクター、まあこれは予想通りというかね、量産型キュベレー、リンキ、そしてリンちゃんね、最後の、量産型キュベレーとパイロットが登場ね、3人娘の、まあ、ついにのんちゃん、リンちゃん、レイちゃんを揃い踏みで使うことができる、こんなに嬉しいことはないとね、いった感じでございます。で次がね、昨日僕は予想動画を出しております、やはりこいつでした。ドドン、あ違った。まだだった。90秒でわかるニュータイプ研究ペッシェモンターニュ編、本日21時よりガンダムチャンネルにて公開予定ということで、なんか面白い動画が公開されるみたいです。90秒シリーズっていうのがあるんですかね、僕は今回初めて知った感じなんですけど。でナレーションは坂本真綾さんね、ペッシェの坂本真綾さんでございます。はい、やっぱニュータイプしか勝たん、ニュータイプを使って戦争に勝て、ニュータイプ探すより普通の人改造した方が早くね、というね。はい、ってことで次ですね、次、はい、次が限定ガシャです。今月の月末限定ガシャはこの機体&パイロットでした。ダダン、まだだった。意外とあった。そのね、90秒でわかるニュータイプ研究ペッシェモンターニュ編公開記念でマーヤさんのサイン入り色紙が手に入るキャンペーンが開催ということで、これは欲しいですね。うん、ということで、はい、今度こそ見ていきましょう。ほい、来ました、次回の限定ガシャ、超限定ガシャに UR ジオングと UR シャーズナブルが登場ってことで、超限定だったんだ、そこは確認してなかった。はい、ということで私テントも今回のガシャ予想ドンピシャでした。予想的中ジオングやってきました、お前か、お前でした。はい、ということでね、ここで人気機体登場でございますよ。さあ皆さんどこまで引いていくんでしょうか、艦長まで持っていくんでしょうか。僕はとりあえず素体を確保できたらいいなっていう感じでございます。はい、さあ何人目のシャアなのかということで、はい、性能の方はまたね動画にできたらなと思っております。まあ強いんでしょう、はい、シャアも強いんでしょう。まあジオングも結構一瞬でしたね、生放送もささっと言って終わりましたね。うん、そして称号投稿キャンペーン、募集期間終了、283件のご応募いただきました、ありがとうございます。投票期間終了、382件のご投票いただきました、ありがとうございます。ということで、僕はこの称号投票キャンペーン参加しなかったですね、うん、することを忘れていたというか、まあいいかって思っていたのか。うん、フェーズ3発表、ユーザーの皆様からの投票の結果、実装が決定した称号を発表いたします。ってことで次が実装が決定した称号となっております。はい、こちら、1位愛戦士127票、2位ジオン十字勲章94票、3位白ヤクマ82票、そして4位ペッシェファンクラブ77票。圧倒的じゃないか。ペッシェ圧倒的じゃないか。うんね、上の3つはまあもうなんか定番って感じのね、よく聞く名前ですけど、ペッシェファンクラブって、ペッシェファンクラブは熱いですね。うん、僕はこの中だとペッシェファンクラブがやっぱり一番かな。はい、ということで、これが2月以降毎月1章追加予定と、まあ、順次追加されていく感じなんですね。5位とか以降もってことかな、2345で終わっちゃうよね。ってことはまだ下の方にもなんかあるのかな。はい、ということで、2月のアップデート情報でございます。機能追加、MS 一覧でのフィルタリング、ソート機能、機体カテゴリーでのフィルタリング、これは待ってました。僕もチャットで来ちゃーって言ったんですけど、ついにカテゴリーでね、検索できるっていう。これはね、うん、早くしてほしかった。早くしてほしかったですね。
まあいいでしょう。はい。合計並走強化レベル、熟練度レベルでの相当、ああ、これも地味に嬉しい感じですかね。はい。そしてプレイヤーランク上限解放最大142まで。はい。今現在139でさらに3上がります。そしてカスタム14の解放さらに上がります。カスタム13から次は14になります。はい。G5 素材なのか、それとも G6 素材なのか。まあでも G6 素材は特に触れてなかったので、まだ G5 素材ってことかな。まあやっぱりプリコネみたいにカスタム19とかまでは G5 で行くんですかね。はい。そしてアリーナ切断時の復帰機能、これもかなり嬉しいんじゃないでしょうか。もう僕自身はね、アリーナ切断ほとんど経験したことがないんですけど、この1年で1回あったかなっていうぐらいで、そう、ただある人はめっちゃ怒ってるっていう話も聞いているので、うん、これは助かりますね。そして機能調整、よく使うクランスタンプを上に優先表示、まあこれも地味に助かるか。G9ジオンね、みんな G9ジオンが上に行くのかな。そして並走威力表記の上限追加、あ、ついに上限が加わるのか。 SSS プラスが最高上限って感じですかね。そういうこと。はい。ということで、で、地上波連動ログインボーナス実施中ってことで、今現在ね、テレビで絶賛放送中の閃光のハサウェイと連動して UR クスイガンダムが絶賛配布中となっております。受け取り期間は3月31日まで。まあ、これを見てる人はあんまり関係ないと思うけど、はい。そして節分特別実績開催、2023節分、これは嬉しいね。ダイヤいくつもらえるのか。2300個かな。2月3日だしね。2月3日で2023なので、2323と来てるので2300個ですかね。どうかな。はい。ボーナスバトルはないのかな。今回はこの特別実績で済ませる感じですかね。まあ、ボーナスバトルはダイヤ1000なので、ダイヤ2300とかもらえるんだったらこっちの方がいいですね。はい。こちらが2月3日より開催で、2月17日10時59分までとなっておりますので、多分ボーナスバトルがこれになったってことなのかな。鬼ハロ可愛いですね。去年はデナンゲーデナンゾンっていうね、いかつい機体だったので、うん、すごい可愛く見えます。はい。そして毎月15日はエンゲージの日。まあこれはもう言及する必要はないでしょう。はい。そして2月登場予定のオリジナルモビルスーツ、めちゃめちゃかっこいいモビルスーツやってきます。デルタアンス級、デルタアンス級のイケメン機体やってきます。ガブスレーベータ、ガブスレーのなんか派生バージョンね、めちゃめちゃかっこいいね。なんかパッと見スーパーロボット対戦のオリジナルの機体で敵でいそうな、うん、そんなビジュアルとなっておりまして、めちゃめちゃ熱い、うん、こいつもすぐにね、あのカスタムチケット使ってね、強化していくことになるんでしょう。はい。という感じでアンケート実施中、まあこれはもう動画にもしております。はい。そしていつものダイヤ3000個キャンペーン、高評価今回果たして3000いくのか、まあ行かなくてもダイヤください。はい。で、最後のファッションチェック、ゼータガンダム&ジオ、そして100式のパーカーとなっております。かっこいいですね。うん。もしかしてこのパーカー発売にちなんで、今ガンダムウォーズでゼータガンダムのイベントとかガシャやってるのかな。関係ないかな。はい。まあ、ジオだからジオング。違うか。はい。てことで、これで終わり？内藤さんのね、渾身のギャグがありました。なんて言ってたんだっけ。うん、内藤さん来たー、決めたーって、チャットしたんですけど。なんて言ってたんだっけ。あ、百式だっけ。百式は100年戦えるっていう、そういうあれでしたっけ。はい。で、それに対して高井さんが困ってた。はい。あ、高井さんの手ね。で、高井さんに触られて国安さんがちょっと喜んでおります。はい。ということで、最後はいつもの一本締めで終了。そしてここまでかかった時間は約25分。約25分でございました。ね、30分に満たなかった。すごいね、高井さん。ね、今までだったら
どう頑張ってもどうあがいても45分はかかってたと思うんですけどね、無駄なことはとことん省き、無駄じゃないことも省き、ね、25分という最速タイムを計測することができました。おめでとうございます。おめでとうなのかね。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。まあ国安さんとか、まあ、特に内藤さんの精神面、精神的負担のことを考えると、まあこのやり方がいいとは思うんですけどね。うん、ただユーザー側からするとこれはどうかなっていうのが、まあ僕もあります。うん、まあさっきね冒頭でアンケートの、まあ、速報を出しましたけどね、今現在 75% が前回までが良かったってなってます。はい、まあ高井さんというね目の保養的な方の登場は嬉しいことではあるんですけど、うん、そしてスムーズにね進行もしてくださいますし、無駄な部分をね極力省いて、ただ無駄じゃない部分というか、そこに楽しさ面白さを感じてた部分まで今回の生放送でなくなってしまったっていうのが僕にはありまして、うん、まあチャットね、チャットが完全になくなった、拾わなくなったっていうのが、まあ、ちょっと極端かなって、うん、まあユーザー側が悪いっていうのもねありますけど、その罵詈雑言とかね誹謗中傷とかそういう言葉を浴びせるっていう方もいるにはいるといたと思うので、うん、そういうことがあったからまあこういうことになったっていうのを考えると、まあ仕方ないっていう部分でもありますけど、まあそうじゃないユーザーの方が大半ですしね。うん、まあやっぱりね少しでもいいから生放送の持ち味をね生かしてほしいなって、まあ、変なコメントとかね言葉の強いコメントとかは選ばなくていいので、うん、まあ最悪無難なコメントでもいいので、まあ読んで明るくなれるコメントとかでいいので、ぜひともまたね読んでほしいなっていうのはあります。はい、ということで、まあとりあえず、今回は簡単なまとめ動画ということでこんな感じで終わりたいと思います。はい、まあ僕の喉の調子がねやはり悪いので、はい、ここで終わらせてもらおうと思います。まあ新鮮ではありました、新鮮だけども軽かった、うん、そんな感想です。はい、ってことで今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。マフティ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク高井さん。